今年も、池江記念、鳴尾記念、G3、芝2000メートル、6月1日イコール京都で、で歴代最多7勝 &2 連覇中の池江厩舎が、宮玉出しで記録更新に挑む。昨年のカチ馬マボッケリーニー、オス8、は10勝4勝目を狙う。池江氏は、秋からずっといい状態、いつも集中力が鍵、前走、日経賞5着、 は一番人気で前を追いかけていかないといけない難しい展開だったと巻き返しを見込む。オープンクラスで参勝のディープモンスター、オス6は小倉大商店を右前四派業で取り消して以来で、まだいい頃の状態には遠い。当日までにどこまで持っていけるかと見る。